皆さんこんにちは、今日はね12月の12日月曜日です。ここね私ねちょっと体調崩しましてね、10日間ぐらいね運動ちょっとできなくていたんですがね、今日ようやくまた運動の方ね、再開することにしました。実はね先週の土曜日、その YouTuber 講習会あったんですがね、ちょうどね8回目だったのかな。まあ、当初ね5回ぐらいでなんとかなるかなというふうに私は思ってたんですがね、やはりそのパソコンね全く初めての人という方もね当然いらっしゃったんですがね、だからこれね8回目ではでもね動画の方をね、YouTube チャンネル作りましてねアップすることまではいきました。で皆さんね練習用のねビデオというものを作成してね自分のチャンネルにね、先週の土曜日には皆さんアップしました。まあですからね基本的なことを含めてそうですね、8回目ということはだいたい2ヶ月ぐらいではでもねなんとかまあできるようになるのかなというふうに考えております。ただねこれからのやはり同じこう動画を作るんでもねいろんなこう面白い編集とかねいろんなこう手法っていうのはありますよね。そういうものをやっぱり一つ一つね楽しみながら学んでより面白い楽しい、動画のねアップができるようにねするためにね、まあ、希望される方にはね今後継続していろいろなその動画の編集についてねまた学ぶ機会を継続してね作っていこうかなと考えております。でもね、まあ、当初は5回というのはねちょっと私あまりにもねこう5回ではどうかなというふうに今考えるとねだから私の基本的な考えがちょっと間違っていたのかもしれませんがね、でもね8回約2ヶ月ではねチャンネル作成からね YouTube への動画のアップまで一通りね行うことができました。以上ねそういう報告をさせていただきます。あとね今日はね船引きにね隠れたレストランモックっていうレストランがあるんですがね、もう初めてね私はここに長いこと住んでいてもね生まれて初めてなんですよ、そのレストランを訪ねるのはね。今日これからね運動終わってね昼食を食べにそこに行ってね撮影などをしていきたいと考えてます。以上です。